皆様こんにちは。今回は Android と iOS 用の国内向け Google マップアプリに2016年2月に追加された新機能、ナビゲーション中の経路沿い検索と経由地の追加を解説させていただきます。 Google マップではこれまで目的地までの経路しかナビゲーションできなかったのですが、新たに追加された機能ではナビゲーション中に経路沿いのスポットを検索したり、スポットを経由地点として登録して迂回経路を追加できるようになりました。これを利用すると、例えば目的地に向かっている途中にガソリンがなくなった場合、ガソリンスタンドを検索したり、お腹が空いた時に経路に近いレストランを検索したりして経由地点として登録し、ナビゲーションを開始することができます。ナビゲーション中の経路沿い検索と経由地の追加を利用するには、まず目的地を登録してナビゲーションを開始します。ナビゲーションを開始すると、右上に検索アイコンが表示されます。検索アイコンをタッチすると、経路沿いの検索のほか、ガソリンスタンド、レストラン、スーパー、カフェのショートカット検索メニューが出てきます。経路沿いの検索で経由地点として登録するスポットを入力するか、ショートカット検索を行うことで検索結果がマップ上に表示されます。この検索結果から目的スポットのマーカーをタッチすることで経由地点として登録することができ、経由地点に向けたナビゲーションが開始されます。斜め左方向です。経由地点に到着すると、一旦ナビゲーションは停止されます。経由地点での用事が済んだら、ナビアイコンをタッチすることで目的地に向けたナビゲーションが再開されます。今回ご紹介させていただいた Google マップの新機能を使えば、急な迂回路もスマートに利用できるので、ぜひ活用してみてください。以上、Google マップに追加された新機能、ナビゲーション中の経路沿い検索と経由地の追加の解説でした。